海上貿易もしばしばイスラム勢力に脅かされるようになりました。そこで皇帝レオン3世は当時起こっていた神学上の争いに乗じて726年に製造禁止令を発し、修道院から土地を没収して財源を確保しました。また土地を軍人に与えて軍事的義務を負担させて国力の充実を図ります。これによって帝国はしばらくの間安定しました。しかしローマ教会はこの禁止令に反対して一層フランク王国に接近し、コンスタンティノープル教会とはますます分裂を深め、11世紀半ばには完全に分離してしまいました。